おはようございます。今日は久しぶりにお役立ち情報を配信させていただきます。洗濯機の掃除ですね。普段、 なかなか皆さん洗濯機掃除するってことが少ないと思うんですよ。洗濯槽クリーナー入れたりとかすると思うんですけども。まあ大掃除の時にやられる方が多いんですかね。まあ解体して業者に出すとか色々あったりするんですけど結構高かったりもするので、まあ自分でできる範囲は自分でやってもらった方が安く上がるんじゃないかなと思います。で、楽しんでできるんじゃないかなと思い、えー、今日動画回させていただいてます。えー、友人宅なんですけども、洗濯物洗った時に変な匂いがするっていう相談を受けたんです。 で、ちょっと見てあげるっていうので、で、僕、洗濯機、掃除してるっていうので言ったんですけど、あんまり掃除してないってことだったので、まあ、どうせやったら、じゃあ、家にあるもの、簡単なものできるから、っていうので、僕、まあ、オキシクリーンだけ買ってきたので、えっ、ー、と、早速なんですけど、洗濯機、掃除していきたいなと思います。こんな感じですね。洗濯機自体は、2008年製ですね。2008年製の洗濯機ですね。えっ、ー、と、もう15年前の洗濯機ですね。 確かにちょっと結構汚れてそうな気はしますね。外側はクリーナーで洗っていって、洗濯槽の中のカビの部分は置き続けで剥がしていこうかなと思います。このあたりとか、このあたりですね、やっぱり結構、カビで汚れてますね。洗濯槽を置き続けするのに何がいいかというとお湯がいいんですよ、実は。お水よりお湯がいいです。 ね、早速、ちょっと水溜めていって、いっぱいまで溜めて。このあたりは何でもいいですね。お水満タンにしていきます。お水だけだと温度上がらないんで、お湯を沸かして熱湯を入れていきます。水を7割ほど溜めてから、お湯入れる方がいいと思います。ちょうど40度前後ですね、お風呂のお湯ぐらいの温かさになると思います。 なのでお風呂の残り湯とか使われるんだったらいいんですけど新しい水とかでされる場合は洗濯槽の7割ぐらいの目安お湯を継ぎ足していけば高さもちょうど合ってきますしちょうど40度前後のお湯になると思いますちょうどいい暖かさになったかなと思います早速始めていきます お湯入れてちょうどお水の高さも合ってきました。前回普通のオキシクリーン使ったんですけど、今日はオキシクリーン EX 使いたいと思います。ちょっと入れていきます。ざっくり目分量で入れてます。あとは、蓋を閉めて、スタートをして、えっ、ー、と、オキシクリーンを循環させます。 あとは何かゴシゴシするわけでもなく付け置きなので、1時間から2時間ほど放置します。その間に他のところ掃除してもいいですし、なんか家事しておいてもらってもいいかなと思います。ながら作業ができるので結構洗濯槽の置き付けは楽です。今ある程度時間が経過したんですけど、こういう形で、どん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 浮き上がってはきてますね。ここで1回回します。 本来、蓋閉めなくても回る洗濯機があればいいんですけど、今回の洗濯機は蓋閉めないと洗濯回らないので、えー、と一度閉じます。ここでまた水が巡回されます。これで勝手に汚れがどん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 出てきます。一度ストップを押して中を覗いてみます。 カビ自体は思っていたより少なくなくて、洗剤のカスですね。洗剤のカスがそこにかなり溜まってますね。見やすくするために水を半分抜いてみます。水半分抜けばだいぶ見やすくなりましたね。これが全部、カスです。ここにあるのが。この黒いのが。これが匂いの原因になったりする場合があります。だいぶ取れたんで、あとは、 もうこのあたりですね。このあたり。この隙間とかですね。これを洗っていきます。 次はね、結構洗いづらいですね、やっぱり。このブラシ。このブラシ便利ですよ。結構大きいブラシ。歯磨きでもいいんですけど、歯磨きだとブラシの幅が小さすぎるんで、僕は。これも100均のブラシです。さっきの換気扇は酸性の汚れだったので、 反対の成分で汚れって落とすんですけど、なのでアルカリ洗剤使ったんですね。なので、えっと、汚れに対して反対の成分で落とすっていう風に掃除の仕方を覚えておいてもらえれば、洗剤もあまり迷うことはないかなと思いますね。今これはそんなに汚れが強くないので、反対の成分で落とすまでもないので、中性洗剤使ってます。中性洗剤のメリットって何かというと、本当に何でも使えるんですよ。車の掃除でも使えますし、 バイクの掃除も使えるし、お皿も洗えるし、本当にどこでも洗える洗剤です。中性洗剤は。ただ、中性洗剤なんで、アル,アルカリ、中性、酸性なんで、どちらの成分にも効くんですけども、反対の成分で汚れを落とさないとダメなので、かもなく不可もなくなんですよ。中性洗剤って。かもなく不可もなく万能的にどこでも使えるから、中性洗剤っていうのは便利です。 中性とアルカリ洗剤。この2本があれば、基本的に、あの、掃除って全ての箇所を賄えるんで、この2本で全部賄えます。たまにトイレの黄ばみ。黄ばみで、めちゃくちゃ汚れが強い黄ばみとかだと、アルカリの汚れになるので、酸性。酸性の洗剤代表的な言うと、サンポールとか。そういうので落としていったりしますね。 それ以外は中性で大丈夫だと思います。問題ないと思います。これで匂いはだいぶマシにはなると思うんですけどね。これでちょっと様子見てって感じですね、友達には。自分でも汚れの性質さえ分かれば、掃除って案外難しくないんで、 この動画をきっかけにちょっと掃除してみようかなっていうふうに思っていただければいいかなと思います。じゃあちょっと経過観察ですね。友達に1週間もこれでちょっと様子見て、また感想教えてって言うてみます、まあね。本格的に梅雨の時期、6月後半から7月にかけて梅雨の時期入る前にやっぱり洗濯機の中ってカビが生えやすかったりもするので 一度皆さん、これをきっかけに掃除してみてもらってもいいのかなと思います。今日も動画見ていただきありがとうございます。あとは綺麗に流して仕上げていきます。また今後とも EV 片付けチャンネルよろしくお願いします。次回はですね、いつも流してる作業の動画を配信させていただきます。また良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。 今、洗濯槽の置き続けしてるんですけど、まあ、時間余ってるんで、ふと、この、換気扇気になったんで、その間に、洗濯槽を置き続けしてる間に、この換気扇、掃除したいなと思います。汚れ自体は、ちょっとやっぱり、ギトギト。やっぱ油汚れですね、完全な。 こんな感じでやっぱ長年の汚れが 本来やったら、これ取り外すのが一番いいんですよ。取り外さず、ちょっと簡単に、できる方法ですね。家庭でできる方法を試してます。まあ、ラップしてもいいですし、こういう形でキッチンペーパーでしばらく浸透させるっていうのも一つの手ですね。なんか、なんかしながら作業、ながら作業っていうんですかね。家事しながら掃除、別の箇所を掃除しながら、ここを掃除っていう風な、時短掃除の仕方を今簡単に実践してます。ちょっと外してみます。 紙自体はもう抹茶っ茶ですねこんな感じですねここのお母さんに聞くと10年以上掃除してなかったって言ってあったんで この辺ももうシュッシュッシュッシュとしてしばらく放置ですね。洗剤って基本的に置けば置くほど威力は強くなるんです。10分サランラップかけたりとか、キッチンペーパー貼り付けたりとかすれば、洗剤自体も流れ落ちなくて済むんで、何か家で掃除するときはサランラップとかキッチンペーパー使いながら、もうこのまますぐにゴシ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 してもいいんですけど、平行して同じところを掃除した方が、 なんか掃除が楽っていうんですかねごしごしごしゴシするのがしんどいって方はこの方法をおすすめします今でもこうだいぶ取れるのは取れるんですけどやっぱ10年洗ってないってなると結構頑固なんでこの辺のここの汚れとかかなり頑固なんで うん、やっぱ、細かい箇所ですね。ある程度拭けば、すぐ綺麗にはなるんですけど、やっぱりちょっと放置してる方がいいとは思いますね。僕は掃除が何がしんどいって、ゴシゴシするのがしんどいと思ってるんです。僕たち、ま、仕事でハウスクリーニングすること多いんで、ゴシゴシするのは全然苦ではないんですけど、自分の家の掃除ってなってくると、僕大体こういう風に、 洗剤振って、あとはもう放置っていうことが多いですね。放置してます、もうこのまま。放置して違うとこ掃除っていうやり方してます。 鍋とかでもそうですね。鍋とか焦げとか油汚れが多分長年使ってるとひどくなってくると思うんで、これも豆知識ですけど、ラップするのがいいですね。この状態で今あんまりゴシゴシしても実は意味なくてそんなに。洗剤って浸透させればさせるほどや威力って発揮するので、こういう状態でラップしとくのが一番いいと思います。で、その間、 床掃除するとか、何かテレビ見るとかでも何でもいいと思うので、やっぱ掃除を楽にしないと、掃除って僕はもう本当めんどくさいと思ってるんで、まあ掃除好きな人もいらっしゃるとは思いますけども、おし、掃除するぞっていう気持ちを入れるのがしんどいので、最近で言うとズボラ主婦とか、いろいろ言葉がありますけども、ズボラ男子のやり方です。僕はもうプライベートの自分の家の掃除とかは結構めんどくさがりなんで、なるべくめんどくさくならないように、 自分がめんどくさくならないように掃除の仕方は工夫してます。ここのちょっと硬い部分、硬い部分を削らないあ爪でグッてやればすぐ落ちるんで、ちょっと硬いスポンジとかでこすれば、うん、落ちそうですね。 もう、だいぶ柔らかくなってるんでそうですね ちょっっとと伝えたいことがあって今換気扇外したんですけどここの隙間とかなかなか取れないスポンジで取れないっていう方は100円グッズの掃除グッズのところに置いてるんですけど細かい部分ですね結構取れるんでプラスチックの棒なんですけど結構ピタッと細いところまで入り込むんで汚れ取るにはかなり便利なグッズですこれ。 今外して掃除したので、まあ、だいぶピカピカにはなりました。こんな感じですね。